こんにちは、パンキヤコです。ちょっとね、この動画もひそひそ話していきますね。今ワンちゃんのご飯が終わって、お皿をねペロペロしてるので、変な音が入っちゃうかもしれません。今日はね化粧してるので、せっかくだからもう一本動画撮ろうかなと思いました。話したいことがたくさんあるんですよ。で、1日1動画にしてからですね、実はですね、視聴者数、チャンネル登録者数が若干ですがね減っております。それはねしょうがないなと思うんですよ。ちょっと近いです、このカメラの感じ。近いですか、顔がでかすぎる。ちょっと見下げる感じがねあんまり良くないって聞いてますけど、どうですかね。私的にはこうなんかちょっとね、なんていうの、こう秘密の話をしているような感じのこうアングルじゃないかなと思ってるんだけど、1日1動画にしてからチャンネル登録者数が若干ですけど減ってきておりまして、それはまあ致し方ないなと思ってるんですね。なぜかというと、私のチャンネル一応洋楽とかね、英語関係、洋楽発音とか英語発音とかやっている中で、最近私が私の人となりをなんかねこう提示するような動画ばっかり出してるので、見てる方の中にはわかりませんけどね。だって登録者の方がチャンネルを、チャンネルじゃなくて自分のこの ID を削除したら登録者減るっていうこともねあるじゃないですか。だから必ずしも嫌になったから登録を外したってことばっかりないと思うんですけど、一時的にはすごく増えてたので、それがパタッと止まって、で徐々に減り始めているっていうのは、やっぱり出している動画がなんていうのちょっと変わってきたっていうのはねあると思うんですよ。でも自分のやりたいことをこの動画のチャンネルでやるとしたら、それしょうがないなと思ってて、で今私猫の病気をきっかけにっていうこともあると思うんですけど、去年の今頃ね父が亡くなったってこともあるんですけど、やっぱりなんか生きるとか死ぬとか命とかこの先の人生のこととか、なんかすごく考える時期なんですよ、私自身が。たまにちょっと顔確認しないとえらいことになってるんで、なんかそういう時期だなって自分でも思ってて、でもうすごくいろいろ考えることがあるわけですね。ちょっとうるさいですかね。でなのでもう今ねなんか話したいこといっぱいあるし、で自分のチャンネルだし、仕方がないなっていうところがありますね。まだこれ続くのかなと思ったりしてます。で最近実はドラマとかを結構よく見てて、テレビはね見てないんですけど、今ねネットフリックスとか、あとアマゾンプライムとかいろんなところでねドラマって見られますよね、過去のものとか、映画とかね。で私本当ごく最近まで一番見てるのが YouTube だったんですよ。だけどこれ話さない方がいいかな、長くなっちゃうな。なんか YouTube プレミアムが、YouTube プレミアムだけだなんちゃう YouTube プレミアムに入ってたんだけど、なんかソフトバンクの関係で6ヶ月無料になるっていうキャンペーン今やってるじゃないですか。でその関係で2月6日に一旦今までのやつを解約したんですよ。でソフトバンクだから、ソフトバンクの方から今度申し込もうと思ったら、私なんかチャンネルが2個あるんですよね。で別のチャンネルの方でプレミアム申し込んでしまって、でいつも使ってるこの私のチャンネルの方の ID だと、ちょっと説明難しいんだけど、いちいちなんかね切り替えないと広告入っちゃうんですよ。すっごくそれがめんどくさくて、でついつい YouTube を見るのをなんか見るのから遠ざかってしまってたんですね、しばらくね。でその間にドラマでも見るかみたいな感じで見始めたら結構なんか面白くて、で以前はドラマ見るならやっぱり外国のだよねって思ってたし、英語とかスペイン語のね思ってたから、あんまり日本のドラマとかって見なかったんですよ。だけど私2020年のちょうど今頃ですね、指を骨折してて、
2年前の今ぐらいね、で楽器の練習ができなくなっちゃって、でレッスンもお休みしてたんですけど、アコギのレッスンだけは先生とちょっとお話しするのが楽しくて、なんていうの、休校してなかったんですよ。で、指がねこんなになっちゃってて、で楽器の練習できなくて、すごい塞ぎ込んでたんですね。それなんでかっていうと、ちょうどその頃2019年ずっと楽器習ってて、ですごく自分の中で盛り上がってたんですよ。でどんどん練習すればどんどん上手になるって思って、でようやくベースも面白くなってきて、で骨折してしまって、ですっごくそれが残念で、なんか私その頃まで0か100かだったんですよ。で100でグーッと来たのに、100のためにグーッと頑張ってきたのに、指の骨折によって0になっちゃったんですね、急に。で手がね使えなくても別に音楽を聴いたりとかいろいろできたはずなんだけど、なんかすごくね急に0になっちゃったような気がして、でちょうどその頃ね風邪をひいたんですよ、年末に。で、コロナがね勃発するちょっと前なんだけど、不思議な風邪をひいたんですよ。めちゃくちゃ体がしんどくて、絶対インフルエンザだと思って夜中に一人で運転して救急病院行って、で鼻の中にこうね綿棒突っ込んで調べてもらって、でもインフルエンザじゃなかったんですよ。でもすっごいインフルエンザみたいな症状だったんです、喉痛いし。で私密かにそれコロナだったんじゃないかなって思ってるんですけど、それの話はこっち置いといて、でもうほってそれもあって、なんていうの、元気のいい時ってすごくイケイケだったのが、本当に風邪をひいたり指を骨折したことで、もう私の人生もう終わりだぐらいな感じだったんですね。で年は明けて、でアコギのレッスンね、指はこうなんですけど、先生とお話したくて行ってて、で先生から、だったら映画とかテレビドラマとかを見たらどうですかって提案されたんですよ。でそれまでもねやっぱり時間があったら楽器の練習とか音楽聴くとかそういうことばっかりに使ってたし、その前は語学の勉強してた時はやっぱり語学のことばっかりをねメインに考えてたんで、あんまりのんびりとテレビドラマを見たり映画を見るっていう機会なかったし、特に日本の作品っていうのはほとんど見たことなかったんだけど、先生からその時富田靖子さんのちょっとタイトル忘れたな、悲しんぼだったかな、なんかそういう映画の話をねされたんですよ。で私もその映画見たんですよね。ただすごく共感して、で大林信彦監督の作品なんですけど、すっごい私感情移入しちゃったんですよ。その富田靖子さんのこのね演技もすごく良かったし、お話がちょっと不思議なんですよね。見たことない方はちょっと見ていただけるといいなと思うんですけど、この動画ではそのお話はしないですけど、でものすごく感動したんですよ。でちょっと一昔のね映画ってこともあって、で富田靖子さんは私と同世代だと思うんですけど、でなんかねその映画私にとってはものすごく愛にあふれた映画だなって思ったんですね。いろんな見方あると思うんですけども、ちょっとねアコギの先生曰く先生はその映画を見た後ちょっと寝られなかったそうなんですよ、ショックで。で私もその先生からそのね なぜショックだったかって話を聞いたら、あそうかって思ったけど、私あんまりそういう風に見てなくて、私はむしろすごく愛にあふれた映画だなっていう風に受け取ったんですよ。で先生からね楽器練習できなくて塞ぎ込んでるんだったらいろんな映画見たらって言われて見ることにして、で先生からのもう一つの提案は見たら感想文を書くといいよって言われたんですよ。でそれは人に見せるためのものじゃなくて自分が率直に思ったことをとにかく記録しておく、その時の気持ち感想とかねいろんなことをね、でそれやったんですよ。で今携帯のノートにね書いたのを
が久しぶりに今日開けたんですけど、すごく見てて、感想文が全部で30ぐらい書いてあるんですね。でそれをね、半年ぐらい前に1回見たんですよ。あ、そういえばそうだなって、こんなことやってたなと思って読み返してみたんですよ。そうしたらね、なんかね、これ自分で書いたのってびっくりしたんですけど、不思議ですよね。なんか人間って今が いつも今が自分にとってのアップデートなんですよ。アップデート最新版みたいなね。だから過去っていうのは今ほど何にもできてないだろうって思い込んでるんだけどっていうか、自分はそうなんですよ割と。だけど結構過去の作品とか見ると、自分のね書いたものとか、えって思うことよくあるんですよね。最近では、過去にねやってた音楽の活動のね記録をも聞いて、えって思ったんですよ。過去こんなことやってたのみたいなね。で私よくあるんですけど、本当にこの感想文もなんかすごい自分が書いたんだけど、それを読んでる自分が別の人が書いてるものを読んでるみたいな、そういう錯覚に陥ったっていう不思議な体験したんですけど、で本当にこれ感想文書いといてよかったなって後から思ったんですよ。見たものとか読んだものってもうどんどん忘れていってしまうんですよ。その作品を見たってことすらも忘れちゃうんですよ。でそんな中でその時に本当に感じたことを逐一記録しておいたっていうのは、私にとってなんか自分の成長記録を見てるみたいな感じがして、すごくこの先生にね提案していただいたことを、なんか私結構ね本当いろんな方からこうしてみたらって言われたことを結構ね素直にねやってみたりするんですけど、今回のラジオもギター YouTuber の萩原優さんからね、あこさんラジオどうですかって言われた時に、本当ラジオって本当晴天の霹靂みたいな感じだったのが、やってみたらなんか新しい活路を生み出したみたいなことがね結構私の人生で多いんですけど、でこの感想文、映画を見てドラマを見ての感想文、後から思い返して見返して、ですごい自分自身がこれ読んでて面白いって思えたんですけど、で最近ねそのドラマ見始めて、そうだそうだと思ってこれも変えておこうと思ったんですね。でこれをまたブログにしてもいいなと思ったんですよ。人に見せないからこそ自分の正直な気持ちをね、書いてはあるんですけど、でも、せっかく今の時代だからこれ世に公開して見せてはどうかなって思ったんですよ。で書いてみたんですけど、今回2つの作品を見て、1つはドラマですね。ちょっと名前忘れた、私本当名前すぐ忘れちゃうんですけど、それドラマ、東京テレビ東京のドラマで生きるとか死ぬとか父親とかってやつですね。これね、別段好きな俳優さんが出てるってわけでもなかったし、なぜこれ選んだんだろうと思ったんですけど、やっぱりこの生きるとか死ぬとかね、あと父親とか、このワードが全て今の自分のなんか心にね刺さるんですよね。であんまり期待もせずに見出したんだけど、結局ずっとね数日かけて見て、こうがっつり見るっていうよりはちょっと見ては用事やって、でまた見てみたいなね。だけどこうずっと見てるその間、数日間はなんかねすごく心があったかかったんですよ。あったかかった、このドラマのお話とともに私の人生がこう進んでいるような、ちょっとそういう錯覚があって、ドラマ見てない時間もそのドラマのお話とともになんか私の時間が本当過ぎてるんですよ。でまたちょっと手が空いたらドラマの人たちに会いに行こうみたいな感じで、すごくねなんかすごく楽しかったんですよ。で
その感想はまた別の動画で言いますけど、まあ、とにかくすごくなんか心がね満たされてて、ですごくって言っちゃうんですけど、あの面白いなドラマってって思ったんですね。俳優さんのね、あの本当に演技が素晴らしいなって、もうじーっと見ちゃうんですよね。あのでまあ私はいろんな観点からそのドラマを見てしまうので、ちょっと疲れてしまうところもあるんですけどね。で次に見たのが、これ今日見たんですけど、それはね、あの青化けのテーブルっていう、まあ、プライムビデオ、プライムの、あの映画なんですけど、まあ、これプライム用に作った映画かちょっと分かんないんですけど、あのその生きるとか死ぬとか父親とかっていうドラマを見てる最中に、あのこの映画の、あの CM みたいのが入って、でなんかちょっとね、あのこの私よりちょっと若い母親たちのこうなんか話かなと思って、は見たいなって思って、で見出したら、あの実際はこの2つの世代、その母親の世代とその子供たちの世代の2つの、あの人生観みたいな、お互いのねそれぞれの全然違うこの世代のこう葛藤みたいなものが描かれていて、あのすごくね面白かったんですよ。見出した時は若い人たちのね話が中心で進んでいたから、最初はね、で最初の頃ってあんまり私、あの小説でもそうなんですけど、話に入り込めないんですよ。なんか登場人物のこともよくわからないし、で割と見落としがあったりして、で後の方でねだいぶ分かってきてから最初の場面を思い出して、ああそういえばみたいなことがよくあるんですけど、でもう一回見直すと、あの全然違う感想を持ったりねするんですけど、でこの映画、あのちょっと抜けてるところがあるんですよ。ちょっと見てなかった部分があって、こう他ごとやってたりして、だけど最後に行くにつれて、あのいろんなね、あのこの母親世代のこの葛藤がその若者世代の葛藤とこうリンクするところがあって、ネタなんていうの、答え合わせみたいなね感じがすごく、あの良かったんですけど、で今ねやっぱりその主人公たちが私の脳裏にいるんですよ、常に。何をしていても、まあ、小説読んだ後もね、映画館に映画を見に行った後もそういう現象って起きますけど、あの本当にいい感じなんですよね、これって。不思議な感じ。あの前にね、あのそんなようなこと書いたんですけど、あのそれはなんか映画だったかな、なんか尾行して、あの人の人生をちょっと見ちゃうみたいな内容のね映画だったんだけど、それの感想文に自分で書いたんだけど、こうなんていうの、自分の人生なんだけど、これも一つなんか演じているのようなところがあって、あのまあ見方をすればね、あのある見方をすれば、あの自分の人生なんだけど、自分の人生を自分が演じてるみたいな感じがするときあるわけですよ。でってことは、自分の人生だけど、あのあたかも人の人生を生きてるように、別の人生を生きることすらもできるんじゃないかって思ったんですね。そのだから、ある主人公が、あのある特定の人の人生をずっと尾行して、こう垣間見ていくんですよ。こう盗み見するっていうかな。でそれは人の人生なんだけど、あのあたかも自分の人生として起こってるみたいな、こうなんかちょっと錯覚をしたりするんですよ。まあ、その映画が本当にそれを言いたかったかどうか分かんないんだけど、でその見た時に私が感じたのは、あの自分の人生であるけど、人の人生を生きてるように生きることもできると、そうだから自由であるという感じを受けたんですよ、すごく。でその映画を見終わった後、小説を読み終わった後っていうのは、なんかね、あの一つもう一つの人生が私の中に入ったみたいな感じで、なんか不思議な感覚ですよね、これ。でこれを一つ私の持ち味っていうか、ネタにもできるなと思ったんですね。これ何かを見た時にこの感想を自分の動画で話すっていうこともいいなと思ったんですよ、っていうことをこの動画で話したくて。本当はね、
その今日見たばっかりの映画の感想をね言いたかったんだけど、こっから話すとまたすごい長くなっちゃうので、もう今日はこの話だけにしますけど、あの本当にアコギの先生にあの、ね、ドラマ見てはどうか映画見てはどうかって言われたことが、まあ、感想文を書くことにつながって、その感想文を自分が読んで後に読むことになって、読みながらなんかすごい不思議な感じがして、やっぱ心のなんかなんていうの、自分が思ったことを記録するってすごく面白いことだなと思ったし、で、まあ、今またドラマとかを見始めて俳優さんの演技とかにすごく影響を受けたり、でこう場面場面でこうカメラワークっていうんですか、ああいうので ね私は自分で動画をやってるってこともあって、すごく通じるところがあるんですよ。こう参考にしたりとかで見ながら、こう何だろうな、こう新しいアイディア を得ることもできるし、でそのストーリーで自分の人生にまた一つ別のページを作ることができるみたいな感じがして、すごく今ねなんかものすごくこう自分の心がねこう満たされています。でこの洋楽発音のチャンネルなんだけど、今私にとって生きるとか死ぬとかっていうのがすごくキーワードになってて、まあ、去年のね末にもちょっとあの衝撃的なニュースがありましたし、あの、まあ、若い方がね亡くなるっていうことで、なんかいろいろ考えちゃいました。あので自分もこの年になって、あとね、どのくらいの人生残ってるかわからないし、今日見た動画ではね、 YouTube 動画は中村芽衣子さん、俳優の女優の中村芽衣子さんの、まあ、就活に関するねあのお話の動画で、中村芽衣子さんってもう80代ですよね。でもうすごくねあの年代でいらっしゃるのに、すごくあのなんていうの、話もねしっかりされてて、でご自身の人生をすごくあのもう本当まっすぐ見つめていて、で、まあ、ご主人もまだ健在っていうことですね。素晴らしいですね。であのなんていうの、断捨離とは言いたくないって言ってみえましたけど、まあ、身辺整理みたいなことですね、あのしていってて、であのそういうお話もう本当まさにね、あともう何年残されているかわからないって、私の年代よりもさらに先輩の方がそういう話をして見えるのをこう聞いて、あの自分もねあのお手本にしたいなと思ったばかりなんですけど、まあ、私もこういうふうに自分のチャンネルで自分のやりたいことをもう思い残さずやりたいって思うこと自体が、あのもしかすると私の就活がもう始まってるのかなと思うんですよ。こうなんか近いのかなみたいなことをね、あの思ったりもふっとしたんですけど、なんか残しておきたいなと、あの本当にあの今生きてるってことをあのものすごく記録しておきたいっていう気持ちがあるんですね。で私あの自分の若い頃もっともっとね、あの、まあ、スマホとかなかったので簡単には自分の記録って取れなかったんですけど、あの本当にいろいろ捨ててしまったんですよね。カセットテープ、あの本当オリジナル曲、あの今でも曲は覚えてるんだけど歌詞がね思い出せないんですよ。で今からでも、まあ、作ろうと思えば作れるかもしれないけど、私はその当時の私のそのね、あの今よりはこうピュアな自分 あの考えていたこと、この頭の中心の様子とかを感じたいんですよ。すごくなぜかものすごく、だから昔の自分がこう残したもの、書いたもの、作った曲、録音した音源とか声とか写真とかね、あのできたら動いてる姿とかね、本当に今ねものすごく見たいんですよね。だからってことは、今後の自分は今の自分をねまた振り返った時にきっとね、あのなんていうの、懐かしいし、またそこからねあのいろいろ元気とか勇気とかもらえると思うんで、あの今本当に残しておきたいんですね。でせっかくこう YouTube って場があるし、
自分のチャンネルもあるから自分のやりたいことをねこれからもやっていくと思うんですよ。まあ、最近などは2015年ぐらいに自分が歌っている動画もアップしてるんですけど、本当ね動画はね私今の私自身からするとなんかね、まあ、娘ほど若くはないですけどなんかねそんなぐらいのねギャップがあるんですよ。ものすごく本当自分でも驚きなんですよ。2015年に私がこんなことしてたんだって。だから今が私にとっての全てなんですよね、この今の私の頭の中では。だけど自分の過去をちょっとね見た時に本当に不思議な感じがするんですよ。まあ、同じような話ばっかりしてますけど25分話してしまいましたが、ということで言いたいことはもっともっともっとあるんですけど、とりあえず、まあ、今日はこれで終わりにしますけど、これからもドラマとか映画とかたくさん見ていきたいと思います。この言葉にね、言語に限らずね、で日本のものもたくさんいいものがあるし、やはり日本人としては日本人が演じているもの、日本人のお話っていうのをやっぱりねすごくやっぱり共感できるんですよ。で、ね、本当にいろんなこと感じております。もうもっと感じております、ものすごく。はい、ということでワンちゃんも静かになったので動画終わりたいと思います。見てくださってありがとうございます。またちょっとこの後動画一本撮っちゃうかもしれませんけれども、見てくださってありがとうございました。また動画にしますね。ありがとうございました。じゃあ頑張りましょうね。はい、 See you, bye.